皆さんこんにちは、ダイタラです。マヨのルイージ RPG2 ドラックス行きましょうか。さて、現在ここどこですか。すごいとこやってきました。さあ、ここはデレドン、なんかすごい元気、なんか記念撮影撮ってるけどさて、クッパとベビークッパはやっつけたってことが前回なんだけど、だけどこれで終わりじゃない。次の舞台はゲドンコたちのアジトマザーシップだってことで、マザーシップ編行きましょうか。とんでもないとこ来たな、俺。ついにマザーシップだって。さあ行こうか。え、どうなってんのこれ。豆めっちゃ落ちてるくね。ねえ、ウィー、前回もね、あの上のセーブポイントの周りに豆めっちゃ落ちてたんですよ。まだ落ちてる。え、落ちすぎちゃう豆。怖っ。敵とかいるかな、ここって。ねえ、あれ、どうなってんの。ん、これあれだな、この大人組だな。大人組が、大人組くるくるファイヤーだな、これ。大人ファイヤー、大人ファイヤーして、え、届かない。子供たちどうすんの。子供たち、あ、ちょっと待って、子供たち上に投げ込んどくのかもしれない、これ。こうやって子供たちをなんだよ、ちょっとこのややこしいステージは。え、でもこれアイテムだけだよな、多分これって。でもこう、ベビー、え、違う、これベイビーたちをこうして、大人組がベイビーを巻き上げる。よし、そうすることで、ウルトラキノコドロップでいいだ。いいね、全体回復系です。え、これどうやってんのこれ、道、本当に。え、ちょっと待って、マジわかんない、これ。行けるとこな、あ、ごめん、こっち道あったね、こっち。なんだ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 、わかんねえ、道。ありがとう。え、なんかこ、背景怖っ。え、なんか、ゲノコお風呂入ってないこれ、なんか今。あれ、ルイジどこいんの。お風呂入ってる？ゲドンコ。何してんの？気持ちいいか、お風呂は。お風呂は気持ちいいだろうな。敵か、これ。なんだ、このゲドンコたちは。やんのか、お前ら。よし。とりあえず、いつも通り、攻撃をしていきましょう。クリティカルナイス？何？よいしょ。なんだ、こいつ。ちょっとむずいよ、やめろ。貯める時間やばいって、これマジで。新しいゲドンコ結構うざいかも。よし、ナイスクリアル。アイスファイヤーだけでいいのか。これ名前なんていうの、ちなみに。ゲドンコカード、うわー、セキュリティーやないか。完全に警備員ですね。バレてます、俺の侵入が。そう、巡回中に見つかっただけでしょうか。2体だけやってた。うい、マリオ死んじゃう。2体死んじゃう。死んじゃう、マリオ死んじゃった。マリオーベビーちょっと避けづらすぎる、こいつの攻撃ちょっと待って、冗談じゃないぞこれ。冗談じゃなくしんどいこれ。一回ワンダップキノコ、通常の方に、安い方で、安い方食べて。マリオ、マリオ食べなさい、マリオ。マイカー、マリオ、マリオ、ちょっとやばいよ今回。負けちゃうかもしれん俺たち。エッグ行こう、エッグ、スマッシュなエッグ。うっす、全然やっつけらんないこのスマッシュエッグでも。よしよし、やっつけた。よしよし、やっつけた。よしよし、やっつけた。痛い、ミスター。ういういうい、なんなんだよこいつら。地味に体力残しおって、経験値そんな高くないし強いし。さあ、だよここ、ゲドンコカード強いよ。どうして生きていこうこれから俺たち。あのゲドンコカードに襲われてビビりながら生きていくしかないのか俺は。そっかも。いやー、逃げてるのに。いや、ゲドンカード体力がね、ちょっと高いわ。ケゲジ360なんだ。結構高いわ。いやー、これちょっと俺体力とか含めて、足りてない説あるぞ、これマジで。それぐらいね、ちょっと敵が強いわ、これ。おしっこちびっちゃったもん、俺。今、敵強くて。よし。うえー
たぞ。うまい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 からのうまいうまいして潜っていってうまいうまい、よしよしよし、金だけかよ金はねいいけどね、嬉しいね。よいしょ、さあ先行こうか。どんどん、なんなんだこのステージ、なんか見てこの背景のゲロ吐いてる、ゲロ吐いてる、ゲドンコでした。ベビーたちはいける、マリオたちもいける、いけないじゃんマリオ、どうすんのこれ、諦めるこの先なんかあんのかな、待って、豆がある、豆があるぐらいか、まあ大事だよね豆は。さあどうするんだこれは。あ、ここかな多分。マジで探したわ、全然分かんなかったけど、多分これ、あ、やっぱここ入れた。分かりづれー、これはね、ちょっと正直言ってむずい。難易度 SSSSSS ランクだった。難しさランキング。世界取れるよ、難しすぎて。よいしょ。ベビー。ドレインバッチ A。A って何？ A って。ドレインバッチは持ってたよね、なんか。普通にドレインバッジ A、 敵に与えたダメージのやつなんかすごいいい感じに回復するちゃんと読め、ドレインバッジねえ、少し回復するから大幅に回復するになった、回復したところでなあ、どうしようかなねえ、ルイージ回復する、いやーどうしようかな、ドレインバッジいらない気がしてきたな、なんかいやつけとこうね、いや待って、アイテムファインバッジを一応ベビーメリオにつけとこうかな、アイテムファンバッジを、いや意味があるのか分かんない、ベビーとマリオたちのねアイテムの効果の違いがちょっといまいち分かってないからな、発動してるのか、ドレインはベビーでスタビさせてたのか、大人たち効果なかったんだよ、だから効果ないのかなと思ってるんだけど、わかんないです、なんだなんだなんだ、何してんのこれ、マッサージ、え怖いこれ、なんか何これ、向こう行っちゃった、ベビーたちだから上行ってて、なんかわかんないけど上に、広くねここ、ほう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 、これスイッチ押していいものかどうかってところ問題、え？何も見えない。スイッチ押すかこれ。うん？あ、行く先々でライトがつく。おお。素晴らしい。よいしょ。戻った。これ一個ここだ。よいしょ。どうだ？おー、道ができた、まだ行くんだ向こうこいつは何なんだよ、ほんとここだね、次は、はい、ルイージナイス叩き、うーイエーイナイスー、ベビーたちどうだったのこれ、ベビーたち先はある、未来はあるかい、君たちにありそうだ、あ、おかえりー、ようやってくれたベイビーたち、ありがとう、よし、うわー、これ入り口んとこだよな、なんでこんな道作ったんだよ、最初から作ってくれよな、よっしゃー、さあ豆取っていきましょう、開いたゴマ、行くぞゴマ、先へゴマなんでもゴマって言うな、はい、よし、これでまた豆ゲット、豆早く使いてー、俺キノコ城帰れるもんだと思ってたのに、いつ帰れるの俺んち、いつまでも帰れねえじゃん、
なあ。そう、なんか部屋の中へ。何この部屋。ピーティー、ティアラも戻ってる。ピーティー、帰ろやー。え、なんでピーティーめ増えた。どういうこと。何が起こってんの。ピーチが映像、あれどこ行ったの。未来の技術、これが宇宙的。またなんか似てる。え、やばいやばい、閉じ込めら、囲まれた囲まれた。宇宙人最強すぎる。助けてください、許してください、泣かないで。え、ピーチ助けて、ピーチ。おい、お前は。私はゲドンコ姫だ。何変装したで。お前たちケースケースケース 笑い声、それおちょくられてたの俺。ピーチはどこ行ったん、本物。何写真撮っとんの。記念撮影。何でこいつら、何で遊んでんの。何暴れてたこいつら、何してんの。ええー、お前はどこに。今のうちこっちよ。めちゃくちゃ有能すぎん、お前潜入してたんガチで。エレベーターだ、上に参ります。ふう、全く危ないとこだったわ。この美人スパイ、ノコディ様がいなかったらどうだったかしら。ありがとう、マジで。まあ、私も助けてもらったことだし、おあいこね。いい人やな、この人。ところであなたたち、今まであれが本物の PCB だと思った？うん。本物を知らない？残念だけど、あいつこそが、ゲドンコ姫。なんだ、ゲドンコ姫って。ペロ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 。はぁ？タイムホールで未来のキノコ城に連れて行ったですって？未来見られたってこと？どうすんの。タイムホールの存在バレたってこと。何のことかよくわかんないけど、それがゲドンコ姫の狙いじゃないの。ピーチ姫になりすまして未来のキノコ城へ入り込み、その目的は未来のキノコ王国の乗っ取る。未来のキノコ王国も手に入れる。やばすぎる、やばい、どうしようどうしようどうしよう。でも失敗したみたいね。そのクッパとかいうやつが邪魔をしに来なかったら。確かに、クッパありがとう。あ、それよりこれだよ。何この鍵。そっか、前のやつか。この前手に入れた鍵、いよいよこれと使ってきたわよ。何使うんこれ。あはん、うふん。この先にはきっときっと何がある。大スクープが待ってるわ。分かんないけど行こうか。最高よ、スクープ解くとご覧なさい。ノコディマジでいいやつだったわ、助けてくれるし。さて、明らかにボス戦が待ってそうな空気を醸し出されている、そんなステージでございます。92% くらいボスかもしれんね。手にしとこうかな。ノコ助けてもらったわ、本当。なんとピーチ姫は偽物だった。ゲドンコ姫の企みに危うくハマってしまうとこだった。頼みの妻はノコディの持つ鍵だけ。ノコディ助けて、ノコディマジで。なんなんだここの先にあんのは。行こう。なんだったこれ、でっかいキノコ。鍵使うとこどこだ、見て見て。この鍵はここで使うの。ほんとはまるの。お、もっとこれでゲドンゴたちの秘密とかびっくりようなスクープとかわかるかも。なんだこの鍵は。なに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 、エネルギーがなんかした。さあさあ、めっちゃ泣いとる。秘密スクープ、さあ見せなさい。あら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 、嫌な予感が。全員の時は止まってる。いやー、やっぱりーギャーン。ルイジ頑張ってる、頑張れルイジ。ダメでした
どこに鍵にしがみついてる。どこに落ちてる。痛い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 、落ちすぎだって。わーお、落ち帰る。いやーん、なぜ穴が出てくるのよ。誰か助けてー。あ、やばい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 、誰かー。宇宙人しか来ないのね。キャー、逃げろ逃げろ。どこに、どうする、なんだ、な、何するのよ。え、ちょっと痛いこいつらいつも笑顔で素敵です。なんかジュニアがじゃなくてベビーなんか見てる。やはは、こいついらんことするぞまた。いや、なんか爽やかちいでちゅねー、おいしいクッキーでもあるでちゅかー。こいつやばいやつだよな。俺様クッキー食べるでちゅむきー。あ、割れた、来た、ジュニアだよ。ん、なんかいたような。ゲーラケ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 ラジュニア何してたあいつ、堂々と入り込んで。あれ、ヨッシーどこだ、クッキーじゃない。早く村を元に戻さなきゃねー。さて、元ピーチ姫のクルーの一人で、うっ、あのことが頭に浮かんでくる。頭が痛い。もう考えないことにしようっと。今ヨッシーだったら楽しんでるからいいんだよ。なんだ、なんか落ちてくる音。バーイ、残りだ、よかった、無事だったんだ。大脱出成功。頭ぶつけて思い出したか、もしかして。思い出した、帰ってこいよちゃんと。でもマリオたちは、何ここ、まあ、だ、毒の森に来たんだけどねえ。あ、ここなんか一回来たことあるな、ワープポイントで。行けなかったよ、諦めて帰ったとこだ。さすがに何度も落ちてると着地も上手になりますに。ほんとだよ、着地のプロって呼んで俺のことは。どうやらここはキノコタウンのようですけど、ひどくやられてしまったようですね。とりあえず、あそこのお店に行ってみましょうか。誰かいるかも。お店あるんだ。すいません、お邪魔しまーす。すいません、現金ください。現金ください。ちょっとセーブ後でしよう。ここだけ進めよう。なんか寝てる。起きてー、売ってもの。あー、この山、この町に人が会うだったわ。の、買い物しに来たのかい。あれ、緑のばあ、木のばあさんや、お客さんですよ。あ、色違いがいた。あれ、まあ、まあ、赤い木のばあさん、お客さんなんで珍しい。この町は下等暮らしにすっかりやられてしまってな。今じゃ私ら姉妹だけだってしもたんじゃ。本当にこの町は誰もいなくなってしもてんな。私らだけじゃ心細いし寂しかったんじゃ。そうじゃそうじゃ。年老いた私ら二人じゃ不安だし寂しいじゃ。お客さん毎日この店に来て買い物して。おお、いい考えじゃ。それにあんたたちは私らと同じ色をしてる。本当は赤と緑だ。きっと心優しいお客さんに違いない。どっさ、私は同情してどっさりがっつり買い物してくれるはずじゃ。どっさりがっつり、いい響きじゃ。なんだか私は若返ってきた。どっさりがっさりザクザク。赤い木のばあさんに行きますよ。いらっしゃいませ。元気だなこいつら。買います、いっぱい買うよ。じゃあスター、え、めちゃくちゃいいこれ。顔スターズボン、キノコズボンね、え、ハートポイントがアップする。よし、いいね。星くずのパンツ、星パンです。星パン、星パンも履こう。キノコパンツ、え、ディフェンス下がるんだ、ゴールドなんとかに比べて。じゃあいいか、これはバッチ。サルベージ、高確率で拾えるサルベージバッチ A、 めっちゃいいじゃん。アドバンスの A かな、 A は多分アドバンスバッチみたいな。リスキーバッチ、キノコが少ないほどダメージ与える。ねえ、与える、リスキーバッチって普通のキノコなんかな、わかんねえや。与えるダメージと与える受けるダメージが大幅にアップする。怖い。またここにどっさりかっつりよろしくな。ねえ、買います。アイテム系が、まあアイテム系は買わなくていいか、まだ言うてあるもんな。で、ブラザーアイテムだけチビ放題買っとこう。いっぱいチビ放題ガチ大事。俺マジこれ主力武器。ミックスフラワーってな、これ2個ぐらい買っとこう。
初めて見るやつですね、ミックスフラワーは。ありがとうございました。よし、結構いろいろ装備整ったかもね、これで。はい、でちょっと短いけど新しいとこ来たから今回ここまでにしとこうかな。はい、ではこんなとこだね、いいとこ来ましたということで、これ読むのは次回にしましょうか。さて、ここの攻略して既読王国に帰ることができるのか、そしてゲドンコたちは何してようとしてたのか、ジュニアは何してるのかまだまだ楽しめそうですね。次回もよろしく。また次の動画でおつぼよだいだれでした。いや、PGB どこ行ったんだ。